こんにちは、ポジティブジャニーの皆さん。今日は特別な診断テストを通じてあなたの恋愛タイプを発見する時間です。自己理解は恋愛成功の鍵となるため、このテストはあなた自身とあなたの恋愛スタイルについて深く理解する助けとなるでしょう。それではどんな恋愛タイプがあるのか一緒に探ってみましょう。恋愛タイプ診断の基礎。恋愛における個々の傾向や性格を表す恋愛タイプには様々なカテゴリーが存在します。これらを理解することは自己理解を深め、適切なパートナー選びに役立ちます。主要な恋愛タイプの例を以下に挙げます。冒険型アドベンチャラスタイプ。特徴、常に新しい体験を求めるタイプ。新しい場所への旅行、未知の趣味の探索など刺激的な活動を好みます。恋愛スタイル、ダイナミックでワクワクするような恋愛を好み、変化を楽しみ、ルーティンには満足しない傾向があります。理想のパートナー、冒険型の人々は同じように刺激を求めるパートナーや新しい冒険をサポートし楽しむことができる人を好む傾向があります。ロマンチック型。ロマンチックタイプ。特徴、情熱的で感情を重視するタイプ。ロマンチックなデートやサプライズを大切にし愛情表現が豊かです。恋愛スタイル、感情的な絆と深い接続を重視し、パートナーとのロマンティックな瞬間を大事にします。理想のパートナー、感情を共有し、ロマンティックなジェスチャーを評価する人との関係を求めます。実用型、プラクティカルタイプ。特徴、現実的で実用的な視点を持ち、安定と実現可能な目標を重視するタイプです。恋愛スタイル、安定した関係を好み、恋愛においても計画的で現実的なアプローチを取ります。理想のパートナー、同じように安定を求めるパートナーや共通の生活目標を持ち、実用的なアプローチを評価する人を好む傾向があります。これらの恋愛タイプを理解することで自分自身の傾向を深く知り、相性の良いパートナーとの出会いの可能性を高めることができます。それぞれのタイプには長所と短所があり、自分のタイプを知ることで恋愛における強みを生かし課題に対処する方法を見つけることが可能です。診断テスト。このセクションではあなたの恋愛タイプを探るための興味深い診断テストに焦点を当てます。このテストはいくつかの簡潔ながら洞察に満ちた質問から成り立っており、あなたの性格や恋愛に関する態度を明らかにするために設計されています。 1. 冒険志向の確認。休日に新しいアクティビティに挑戦することを好みますか？ A. はい、常に新しい体験を求めています。 B. たまには新しいこともしますが、普段は慣れ親しんだ活動を好みます。 C. 新しい活動よりもリラックスした時間を好みます。 2. ロマンティック思考の確認。デートで最も重要だと思うことは何ですか？ A. 情熱的なムードやロマンチックな雰囲気。 B. 共通の興味や活動を共有すること。 C. 実用的で落ち着いた雰囲気。3. コミュニケーションスタイルの評価。パートナーとの意見の不一致をどのように解決する傾向がありますか？ A. 直接的に話し合い解決策を見つけます。 B. 落ち着いてお互いの立場を理解しようとします。 C. 柔軟に対応し妥協点を見つけます。 4. 感情表現のスタイルの確認。恋愛関係で最も大切だと思うことは何ですか？ A. 情熱的な愛情表現とロマンス。 B. 安定と信頼。C. 共通の趣味や楽しい時間。 5. 価値観の合致度の確認。将来に対する考え方として最も近いのはどれですか？ A. 常に新しいことに挑戦し成長を望む。 B. 現実的で実用的な目標に焦点を当てる。 C. 感情的な充実と人間関係を重視する。診断テストの回答。 1. 冒険志向の確認の答え。回答 A. 常に新しい体験を求めています。この回答は冒険型の恋愛タイプを示唆しています。冒険型の人は常に新しいことに挑戦し刺激を求める傾向があります。このタイプの人は恋愛においてもダイナミックで新鮮な体験を重視し、パートナーと共に新しい冒険を楽しむことを好むでしょう。回答 B. たまには新しいこともしますが、普段は慣れ親しんだ活動を好みます。この回答はバランス型あるいは伝統型の恋愛タイプに該当する可能性があります。これらのタイプの人々は新しい体験を楽しむことができますが、日常生活では安定したルーチンや慣れ親しんだ活動を好む傾向があります。恋愛においても新しい体験と安定性のバランスを求めるでしょう。回答 C. 新しい活動よりもリラックスした時間を好みます。この回答はリラックス型の恋愛タイプを示唆しています。リラックス型の人は休日に穏やかで落ち着いた時間を過ごすことを好み、ストレスや刺激から離れてリラックスすることを重視します。恋愛においても平和で安定した関係を好む傾向があり、穏やかな時間を共有することを重視するでしょう。 2. ロマンティック思考の確認。回答 A. 情熱的なムードやロマンチックな雰囲気。この回答はロマンチック型の恋愛タイプを示しています。
ロマンチック型の人は恋愛において情熱とロマンスを重視し、ムードや感情的なつながりを大切にします。彼らは愛情表現においてクリエイティブで、パートナーと特別な瞬間を共有することを楽しむでしょう。回答 B、 共通の興味や活動を共有すること。この回答は相互型または共感型の恋愛タイプに該当します。相互型の人は共通の趣味や興味を通じて深い絆を築くことを好み、パートナーと一緒に活動を楽しむことを重視します。彼らにとって共通の価値観や興味は関係の強化に不可欠です。回答 C、 実用的で落ち着いた雰囲気。この回答は実用型の恋愛タイプを示しています。実用型の人は恋愛において現実的で安定した関係を重視します。彼らは落ち着いた環境でのデートを好み、実用性や快適さを大事にする傾向があります。安心感と日常生活の調和を恋愛関係で求めます。 3. コミュニケーションスタイルの評価。回答 A、 直接的に話し合い解決策を見つけます。この回答はアサーシブ型積極的型のコミュニケーションスタイルを示しています。アサーシブ型の人は意見の不一致が生じた際、率直かつ建設的に対話を行い、積極的に解決策を探します。彼らは自分の意見を明確に表現し、同時にパートナーの意見にも耳を傾けます。回答 B、 落ち着いてお互いの立場を理解しようとします。この回答は共感型のコミュニケーションスタイルを示唆しています。共感型の人は対立がある場合にも落ち着いて話を進め、お互いの立場や感情を理解しようと努めます。彼らは感情的な衝突を避け、平和的な対話を重視し、相互理解に基づく解決を目指します。回答 C、 柔軟に対応し妥協点を見つけます。この回答は柔軟型的O型のコミュニケーションスタイルを反映しています。柔軟型の人は対立する状況においても妥協点を探し、柔軟な対応を心がけます。彼らは双方に受け入れ可能な解決策を模索し、関係の調和を保つことを優先します。 4. 感情表現のスタイルの確認。回答 A、 情熱的な愛情表現とロマンス。この回答はロマンティック型の恋愛スタイルを反映しています。ロマンティック型の人は恋愛関係で情熱とロマンスを重視し、愛情表現において情緒的で創造的なアプローチを好みます。彼らは感情的な深さとロマンチックな瞬間を大切にし、恋愛を豊かな感情体験として楽しむ傾向があります。回答 B、 安定と信頼。この回答は安定思考型の恋愛スタイルを示しています。安定思考型の人は恋愛関係において安定感と信頼を最優先事項と考え、長期的な関係を築くための基盤としてこれらを重視します。彼らは安心できる関係を求め、互いの支え合いと信頼を大切にします。回答 C、 共通の趣味や楽しい時間。この回答は相互趣味型または仲良し型の恋愛スタイルを示唆しています。相互趣味型の人は共通の興味や活動を通じて深い絆を築き、パートナーとの楽しい時間を重視します。彼らは共通の趣味や楽しい体験を通じて恋愛関係を強化し、相手との共有を大切にします。 5. 価値観の合致度の確認。回答 A、 常に新しいことに挑戦し成長を望む。この回答は成長志向型または冒険型の恋愛スタイルを示しています。成長志向型の人は常に新しい挑戦や成長の機会を求め、恋愛関係でも刺激的な体験や個人的な成長を重視します。彼らはパートナーと共に新しい経験をすることで関係を深めることを望みます。回答 B、 現実的で実用的な目標に焦点を当てる。この回答は実用型または安定思考型の恋愛スタイルを反映しています。実用型の人は現実的で具体的な目標を設定し、安定した生活を重視します。恋愛においても現実的なアプローチを好み、実用性や安定を求める傾向があります。回答 C、 感情的な充実と人間関係を重視する。この回答は人間関係思考型または感情重視型の恋愛スタイルを示唆しています。人間関係思考型の人は感情的な充実や深い人間関係を大切にし、恋愛では感情的なつながりや共感を重視します。彼らにとってパートナーとの感情的な絆が恋愛の中心です。本日の動画で恋愛タイプ診断テストを通じて、あなた自身の恋愛スタイルについて深く理解する機会を持ちました。自己理解は恋愛において最も重要な要素の一つです。このテストがあなたの恋愛における自己理解を深め、より充実した関係を築くための一助となれば幸いです。自分自身を知ることで、より良いパートナーシップを築くための選択ができるようになります。
動画が気に入ったらぜひいいねを押してください。コメント欄であなたの恋愛タイプを教えてくださいね。さらにポジティブジャーニーチャンネルへの登録をお忘れなく。次回もあなたの人生と恋愛に役立つ情報をお届けしますのでお楽しみに。